ここ惑星ガイアでは正義のサイバトロンと悪のデストロンが戦っていた。そこに宇宙海賊シーコンズが現れた。あー、むちゃ海に来たサミーゴー、ちゃ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 むちゃ、ライオコンボイたちがキッターの大陸に戻ってから面白い事件がナッシングだ。あー、むちゃちゃちゃ、敵を求めてインスタンリーやってきました。ジョイントロンミー、陽気な陽気なサッシングミだ。あー、む事件のあるところにジョイントロンありみー。むちゃむちゃ反応してるっちゅ、こっちだムチュ。事件の匂いがするみ。のあれは。どうしてわしとイカ娘ちゃん相思相愛なのに、うまくいかないんじゃ。青春のバカ野郎なんじゃ。一体どうしたんだみ。元気ないのかムチュ。おお、ジョイントロン、正義の味方がはるばるやってきたで。あん、何か悩みがあるなら相談するみ。というわけなんじゃい。ムチャス、そのイカ娘に惚れたってわけだミーゴ。まあな。そういうわけならミーたちに任せるみ。本当か。おれいたちは別名幸せ運び人と呼ばれてるだ。あん、マジか。恋のことならばっちりだ。すっちゃかすっちゃか、百戦錬磨だムチアス、セニョリータ。大船に乗ったつもりでいてくれみ。夕日に向かって。デストロンたちはシーコンズの反戦型宇宙船が故障していることをつかんだ。奴らの宇宙船、部品がないと宇宙に飛び立てないようで、これをネタに奴らと取引を。ドジを踏むなよ。ドジを踏むんじゃないぞ。メガストームのようにな。あんなメガストーム。兄ちゃんなんてこと。ビジネスライクにシビアにやりますわ。頼んだぞ。サイバトロンを1体倒せばスーパーデススチールを1枚。え？そりゃ安すぎる。取引にならん。再び宇宙に旅立ちたくないの？あの宇宙船じゃ無理なんでしょ。また暗黒の宇宙海賊として活躍したいのでは？それならばとっととサイバトロンたちを連れてくるのよ。生死は問わないよ。トランスウォーム！トランスフォーム！BB、分かった？取引は相手の足元を見てやるのよ。ラジャー！その足元じゃないの！なるほども、部品のためで奴らの本拠地を探すぜ。おう！空を飛んでこのままスクーバ様の胸飛び込んでいきそうよ。でもビッグホーンもバカよね。あんな偽ラブレターに騙されるなんて。あれ、何これ、チップ。天狗岩で待つ月売れちゃん。私のスクーバ様があんなヘチャムクレイカにラブレターを出すはずないもんね。アルテミスのスクーバ様じゃなくてみんなのスクーバだもん。黙ってなさい。これは何かあるはずよ。絶対おかしい。ね、そう思わない？むふん。だってそうでしょ。スクーバ様がラブレター出すならまず最初に私のところに届いていいはずなのに。ねえ。それはどうだか。
ーバ様？あんたたちは？問われて名乗るもおこがましいが、陽気なる3人組だムーチョセニョリテ。お嬢さんには恨みつらみは一切ありませんが、気に関してってあらな行為ムチョ許す。なに、なんなの。イエーイ、大成功だべ。作戦はミッション2に入るで、あーん、あー、早速連絡するでムチョス。あいつらの宇宙船、一体どこに行っちまったんだ。ほんまです、見当たりまへんで。もしかして沈んで沈没船になっちゃったとか。でもピコンハン、その花束は何のおまじないでっか。いいんだよ、お前には関係ない。ライオコンボイか。いや、分かった、すぐ行く。イカ娘ちゃん。おい、ピコン、どうしたんだ。何がおましたんや。ジョイントロンのやつら、お調子者だと思っていたが、本当はめちゃくちゃいいやつじゃ。とにかく、ミーたちが悪役になって、その娘っ子を捕らえるミー。そうそう、そしてそこに現れるのは、正義の味方、ビッグホームちゃん。少し暴れたら、俺たちはすぐに逃げるで、あん。乙女のピーチを助けに来てくれた王子様、それがビッグホームミー。トレイデン、娘っ子のハートはいたはずで、あん。その時、赤いバラの花束でもあれば言うことなしだムチュス。イカ娘ちゃん、待っててくれ。今ビッグホーンが駆けつけるんじゃ。情熱の赤いバラ持って。なんだと思えばバカらしい。まあ、恋愛ってのはね、もっと微妙でデリケートでロマンチックなのよ。それをあんないい加減なジョイントロンに頼むから。まあまあ、あんたたち、あたいをこの目に合わせてどうなるか分かってんの。後で痛い目に遭うわよ。もう少しの辛抱だみ。あとはビッグホーンが来るのを待つばかりだムーチュ。おい、ビッグホーンでアムカン。みー、ミサイルだみ。ムチュ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 。正義の味方でもあんまりだみ。シーコンズの一員がどこへ行くのかと思えば、ジョイントロンたちじゃないの。ラジャ、あいつらがサイバトロンと手を結んでは後が面倒よ、BB。 ラジャ、あれはデストロンだ、B。 なんであたいがこんな目に遭わなきゃいけないのよ。次になったらお前らコテンコテンにしてやっからな。にぃ、イカ娘ちゃん、正義の味方ビッグホーン、ただいまさんじょ。なんでお前たちが。それはこっちのセリフよ。戦闘中に赤いバラなんておしゃれじゃない。ジョイントロンもどこに隠したの。なんでなんで。何、ビッグホーンが。そうでんがな、いきなりおらんようになりましたで。なんか変な通信が来たと思ったら、尻に火がついたように突進しだして。また赤い花でも見て興奮したのでしょうか。あいつの最近の行動はさっぱり理解できん。で、ビッグホーンの居場所は。さっぱりでんな。困ったもんだ。とにかく捜索範囲を広げて直ちに発見してくれ。了解。それでさっき変な周波数の更新があったのね。一方はビッグホーンだったみたい。それで、もう一方はジョイントロンたちのような。ジョイントロン。嫌な予感がする。ナビ、また会ったら発信場所を確認してくれ。了解。早くビッグホーンと連絡を取るみ。スッチャカとこの仕事を片付けないとな、ムチャ。ビッグホーン、落とせよ。一体お前たちはどこにいるんじゃ。イエーイ、都合があって移動したみ。お宝はしっかりと確保。今は F403 だみ。すぐに行くんじゃ。あとは待つだけでアーム。まったくスケールのやつ、持ち場を勝手に離れやがって。どこ行きやがった。おい、変な通信をキャッチしたぞ。なんだ。お宝とかなんとか言っていた。行ってみよう。
おい、やつら何者だ。わからん。サイバトロンでもデストロンでもないぞ。ひっ捕まえれば高く売れるかもしれん。どうも、やっとピークホーンが来たかみ。なんだあいつら、見かけないやつらで。アーム、でもビッグホーンじゃない。無知場所を移さみ。あら、スキューレじゃねえか。間違いない。煙幕だみ。うわって、なんだ。レーダーも反応しない。一体どこにいるんじゃ。ビッグホーン遅いみ。場所を変えたみ。どこなんじゃ。早く来るみ。よし。G685 から H563 に移動中。間違いないわ。発信しているのはジョイントロン。そしてその発信を受け取っているのはビッグホーン。後を追いかけてるみたい。ビッグホーンはジョイントロンたちに何の用なんだ。さっぱりわからないわ。でも声の感じからしてビッグホーンはかなり真剣みたいよ。キッド、ダイバー、スクーバー、応答してくれ。すぐに現地に向かってくれ。我々もそちらに向かう。了解。アバッチ、行くぞ。はい。まったく面倒くさいことになってきたみ。おい、いい加減に出しやがれ。もう本当に承知しねえぞ。でもお嬢様にしては言葉遣いが荒い。むちゃすむちゃす、イカ娘、むちゃくちゃ荒いっす。バカ野郎、お嬢様じゃねえよ。知らねえのかい、宇宙海賊シーコンズの一員スキューレ様とあたいのこって。宇宙海賊シーコンズ。シーコンズといえば宇宙使命手配がかかってるで。アンム、ビッグホーンはどこかの星のお姫様だと言っていたが、デタラメだみ。おう、宇宙海賊の一味を捕まえたとなれば、イエーイ、ライオコンボイのところへ連れて行けばミーたちの手柄だみ。ムチェス、すごいすごい手柄だ。本部に報告できる。ムチェス、バーッ、ビッグホーンとの約束はどうするで。アーム、約束よりも手柄だ。ムチェスムチェスムチェス、ジョイントロンの手柄だ。ムチェス、そうだみ。すぐにライオコンボイのところに届けんだ。アーム、なんだよ、どうしようっていうのさ。いえ、どこに行ってんじゃ。おい、応答せよ応答せよ。正義の味方ビッグホーンじゃ。スイッチを切ってやる。やっと見つけたわよ、ジョイントロン。見つけた、見つけた。ムッチャス、シーコンズの一員を渡してなるものか。スキューレを返しやがれ。うわー、まさみじゃー。もうどうするべ。だからあたいをとっても対応すればいいのよ。ノー、ここで解放したら今までの苦労は水の泡でセニョリータ。いかんでアム、これではおむすびコロリンでアミ。アンジャー、こうなったら応戦する。ムチャ、ジョイントロンのやつがわしのアイドルをどこに連れて行ったんじゃい。なんてことをしてくれるんじゃ。せっかくの赤いバラの花束は。何たいじゃないのよ。イカ娘ちゃん、なんであたいがこんな目に遭うのよ。あんたのせいね。いや、あのこれは、うわー、いるのよね、こういう間の悪い人って。まあまあ、あたいがどんな目に遭ったか思い知れ。スキューレーだ。イカ娘ちゃん、わしの気持ちを分かってくれ。あんたを攻撃するわけには。しろ、投げキッス。一体何の戦闘じゃな。あれはシーハントたちだ。
いきなりたくさんのロボットが集まってきたみ。ムチャスムチャス、どうやら宇宙海賊シーコンズだ。ムチャスアミーゴ、まとめて捕まえればすんごい手柄でアーム。手柄だみ、手柄だみ。俺たちの奥の手を出してアーム。 DJ 変身、ボタン変身、ギムレット変身、サミータイム、合体巨人トリプルタッツ。三体合体かい、やろうども。俺たちも合体して見せつけてやるぜ。ミーたちは3体で相手は5体。2体相手の方が上でアーム。数えなくても分かるミー。タッケハイ同士は迫力あるわね。当然私たちはゴッドネプチューンの味方よ。ラジャー、なかなかやるね。あ、スクーバ様だ。みんなトリプルダックスを援護するんだ。オッケー、ライオコンボイ遠心。ライオイサイン、待ってるんじゃないわよ。くれ、聞くわよ、ビビ。ラジャー、いい加減気がついてくれよ。重くてたまりまへんがな。イカ娘ちゃん。ジョイントロンがなんと5体合体のロボットを撃退したんだみ。ホームホーム、聞こえますかみ。ムッチャス、やった。おいお前ら、全然話が違うんじゃこれ。早く来なかったビッグホンが悪いでアーム。そうそう、あーそう。それにあんなイカ娘惚れてもしょうがないんだみ。まったく無茶す、めれーとイエーイ。ジョイントローは再び面白い事件を探して旅を続けるんだみ。無茶す無茶す。腕とか足とかではなくて上半身下半身複雑に合体しているもん。そう言われてみれば確かに陽気なだけに見えるんだけど、このトリプルダックスは強そうなのよね。しかもこの巨体ながら空を飛べるもん。ほう、そしてこれが5体合体ゴッドネプチューン。知ってる知ってる。それぞれのロボットが体とか腕とか足になるのよね。だから3体合体5体合体といってもそれぞれの合体の仕方が違うもん。なるほど。で、トリプルダックスとゴッドネプチューンどっちが強いの？にゅ、それは難しい質問だもん。私、どっちが強いか見たい。それはこれからのお楽しみだもん。諦める人にはなりたくない、持ってる力を試してみたいんだ。そういう気持ち
1対1で戦ったらどっちが強いむ？それはライオ対フルンでライオコンボイ様の勝ちよ。正々堂々決着つけるはずだったのに現れたのはゴットネプチューンむ。それじゃいくらライオコンボイ